はい、どうも、ともきーです。えー、今回は、すだまについて解説していきたいと思います。えー、こちら、えー、マムシの神域の、えー、ヤタノ神の手前の、えー、こちら、すだまですね。はい、こちらですね。で、このすだまを見つけたら、えー、何をしたらいいかというと、ま、話しかけると、こうやってね、何かを欲しがってるようだって、えー、ちょっと読めない文字が出てきます。 で、これ、えーとですね、ある程度一定数小玉を集めると読めるようになるそうです。で、この欲しがってるものをあ、あのー、与えると結構いいものをくれるそうなんですけれども、で、巣玉はいろんな場所に隠れてます。で、ここは八タの神の手前の比較的わかりやすい場所かなと思います。はい、基本的にはランダムで、えあ、ー、げたものの代わり、お返しをしてくれます。 えー、中には最高級の素材だったり、六道輪廻の章、ステータスの振り替えに使う六道輪廻の章なんかもくれることがあるそうです。で、えー、これを何を与えたらいいかというと、 話なんですけれどもはい、ここで玉城をあげると、え小玉の玉城をくれることがあります。えー、10%前後って言われてるんですけれども、低確率ですが、小玉の玉城を、えー、くれることがあるんで、まあ、玉城をあげるか、 え、もしくは、えー、その、文字を読み取って、まあ、欲しいものですね。えー、素玉の欲しいものをあげて、最高級の素材だったり、まあ、えー、六道輪廻の章を狙うとかね。まあ、そういうやり方になるかなと思うんですけれども。で、ここで装備をあげると、同じレベルで、同じレアリティの装備をお返ししてくれます。えー、なので、装備をあげると、装備ガチャになりますね。えー、ランダムなんで、装備ガチャ。 はい。それでアイテムの上げ方なんですけれども、道具から足元に落とすを選びます。はい。それではやっていこうと思うんですけれども、え今回は玉城を上げて、小玉の玉城を、えー、狙っていきたいと思います。はい。えー、玉城。まあ、何でもいいんでね。えー、玉城を足元に落とす。そうすると低確率ですが、小玉の玉城。 落とすんで、あ、くれるんで、どうかなはい。落として、ちょっと経つとね、拾ってくれます。はい、その後、アイテムを出します。はい、こんな感じで。はい、今回は、まあちょっと拾ってみたら、えー、こんな感じで、えー、小さな霊石だったんですけれども、 はい、こんな感じで小玉の玉城を狙っていくのもありかなと思います。はい、それではご視聴の方ありがとうございました。またいろんな攻略動画出していきますんで、よろけれればチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。